はいどうもぬいさんぽでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。というわけでお待たせしました。ほんまねめちゃめちゃ時間経ちましたけど、やっとぬいさんぽ T シャツグリーンのですね抽選会を行いたいと思います。はい、いや今更何言うとんねんって話ですけれども、はい、というわけでまあそんなことはさておきですね、早速ちょっと抽選の方を始めていきたいと思うんですけれども、抽選始める前にですね、当選された方どうやって、この T シャツ入手するかっていう手続きをご紹介させていただきたいと思います。まずですね、私の Twitter か Instagram の DM にメッセージを送ってきてください。その際にですね、当選されてるかっていうのを確認するためのスクショを送ってきてもらいたいんです。自分のアカウントが載ってる最初のページ、送っていただいたらいいんじゃないかなと思います。それで確認取れましたら、指定の URL をね私の方から発行しますんで、そこの、サイトに入っていただいて自由にサイズも選んでいただくことができますんで、ぜひねそのようにしていただけるとありがたいです。はい、それではね早速抽選の方を始めていきたいと思うんですけれども、こちらの方ぬいさんぽ T シャツ G というのが10個ございます。はい、10人当たりますね。はい、でここのピックを僕がクリックするとルーレットが始まって、抽選者が決定します。この形でちょっと、どんどんやっていきましょう。はい、まあねほとんどねおっさんばっかりやからね、なんとかね女の人に当てたいねおっさんを避けて避けて女の人に当てたい。さあ一人目いきます。ドン、ポマトさん T シャツ欲しいけど諦めます。その代わりにぬいさんぽエキスなしでは生きられない我々ヘビーリスナーに名前をつけてください。まあでもT シャツ欲しいけど諦めますって書いてるんで、もう諦めていただいた方がいいんかなと思いますけど、いやはい、ポマトさんおめでとうございます。はい、続いて二人目いきましょう。ドン、 TY さん、ぬいさんぽさんの動画を参考に練習してた今年の1月、前十字靭帯と半月板をやってしまいました。今は手術も終わりリハビリを経て、競技復帰を目指しているのでテンションを保つために L サイズのぬい T がどうしても必要です。いつも動画で勉強させて&笑わせていただきありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。怪我されて治ったということでぬいさんぽ T シャツ着ていただいてね、また半月板割れるぐらい練習していただければいいんじゃないかなと思います。それでは続いて3人目いきましょう。ポチッドン、鈴木真嗣さん、この T シャツ絶対欲しい、これ着て試合するよ。梅田も歩く、ぬいさんぽさん、心がけや。梅田は歩かない方がいいと思います。はいまあとりあえずねプレゼントさせていただきます。はい、それではね続いて4人目行かせていただきたいと思います。ドン、ドゥワイさん、場違いなのは分かりながらの真面目コメします。テニスが好きなのに高校の部活が週1回から2回しかないので結果口だけのテニス好きになりました。名刺代わりにヌイティを着たいです。当選期待してます。おめでとうございます。もうちょっと練習しろお前はい、それではね5人目いきたいと思います。ポチッドン、伊藤マンショさん、チンチンと、テニスが好きです。 L サイズ欲しいです。ちょっと警察に通報した方がいいかもしれませんね。はい、おめでとうございます。はい、続いて6人目いきましょう。ポチッドン、週末のおっさん、おっさんかい、ヌイティ素晴らしいです。時代を先取りするデザインに感銘を受けました。ぜひ婚活に着ていこうと思いますわあ、ヌイさんぽ T シャツとキャーキャー言われたいです。サイズは L サイズよろしくお願いします。未婚のおっさんですか。はい、もうこれはねもうあげるしかないです。はい、おめでとうございますさあ続いて、今何人、7人、あと、6人か、6人いったんか、あと4人ですね。4人、さあ行きます。ポチッドン、なおなおさん、ヌイティ欲しいです。おめでとうございます。はい、それではね残り3人いきましょう。ポチッドン、たらこパスタさん、ヌイさんぽ T シャツめっちゃ欲しいです。もしヌイさんぽ T シャツがもらえたらテニスサークでイキリ倒したいです。はい、イキリ倒してくださいということでね、おめでとうございます。はい、続いていきましょう。残り2人いきますよ。ポチッドン、
カズトムさん、大阪でテニスをしている25歳です。週末は草棟で自らの反省点を見出し、日々の生活の中ではコート上で絶えず基礎練習、体幹トレーニング、アジリティトレーニングを繰り返し、体の強化、フィジカル面で不足しているところは瞑想、めちゃめちゃ真面目な人やな。イメージトレーニングで精神面を整える。そしてこの T シャツを着てあなたを超えます。超えてください、だからお願いします、この T シャツをください。チン散歩さん、殺すぞ殺すぞお前ほんまにどこが真面目や、一番ふざけとるがなこいつほんまに。えがえんせえ、おめでとうございます。はい、というわけでね、皆さんラストです。それでは心の準備はよろしいでしょうか。いきたいと思います。ポチッドン、4032フルさん、いつも動画参考にさせてもらってますので、ヌイティも欲しいです。 YouTube 活動これからも頑張ってください、応援してます。一番優等生の回答ですね。はい、ありがとうございます。というわけで10人の方当選おめでとうございます。皆さんたくさんのご応募ありがとうございました。これからもね、ちょっとこういうプレゼント企画とかねやっていきたいと思いますし、あとはまたオリジナル T シャツ作っていったりとかね、パーカーなんかもね、作りたいなと思っております。ぜひね皆さん、その時はプレゼント企画もやりますんで、たくさんのご応募お待ちしております。それではね、今日はこんなところで終わらせていただきたいと思います。これからも私ぬい散歩の動画よろしくお願いいたします。おつ散歩バイバイ。